どうもお疲れ様でございます。まあ吉田さんね、暗号通貨は、まあおまけですね。あいてね、暗号通貨でプラスだろうとマイナスだろうと、それはおまけですよ。で、主たる販売と売り上げってのは、やっぱりコンテンツ販売にあります。私も同じです、それは。結局、暗号通貨っていうものをフックにして、儲けた人とかね、それで資産を失った人が私のアクセスに流れ込んできていただいて、 結局は即価塾を買ったかどうかっていうところに尽きるわけですよ。で、私は即価塾が売れても売れなくても経費は変わんないんですよね。で、売れなかったら損失が出るかって言ったら損失出ないんですよ。売れた時に利益になるっていうね。その繰り返しなんですよね。で、暗号通貨ってものは、まあ利益を出してね、その美酒に酔いしれて、 で、同じように暗号通貨で一山当てた人いないかなみたいな感じで私のところにたどり着いてついでに即貨塾入ろうかみたいな方もいらっしゃったり逆に暗号通貨でチャンスをものにできずにお金を失ってね、うん、がっくりと来てる人が即貨、まあ、塾入ってちょっと勉強してみようかなっていうような形になってねで人との縁とか情報の縁を作っていただくみたいなところで結局私も即貨塾があるからこそあのまあ一軒30万ですけどもね 30万というコブがポンポンポンと立つところがありますでその他に、えーまあ、投資の力もついてきたんで、まあ、FX をね、えー、7年前から8年前から78年前から始めてで FX オリガルヒってものをスタートしたのがあ2年ほど前ですよねでそちらの方も大きな売上を作ってくれて、えーまあ、こういった形であの FX オリガルヒもコンテンツ販売ですからね、うんだから結局は あの、暗号通貨で稼ぐことを軸に置いてるのは、私はすごく危なっかしいと思います。そればかりか、投資が軸になるのは、すごく危なっかしいと思いますよ。やっぱり常に余剰資金を稼げる状態を作っておいて、その余剰資金で投資をやるから、いくらダメージを受けても、復活が早いわけですからね。この図式に私は間違いないと思います。で、軸にあるのは、いつでも商品が売れる力。他社のものでも自分のものであってもです。うん、で、 商品を作るる力があるんだったら、他社のものののをを売売るよりももも自分いののいいかなと思います。もしね誰かの商品を売るとしたらそれはまあマトリックスアフィリエイトぐらい売っときゃいいのかなと、ね、バキューンみたいな感じでねアクセスを大量に流し込みますとか言ってるからね全く来なかったです <laughs> ちゃんチャンでございます、うん、まあでも案件は入りますね最近はね吉谷さん海外からねこういった USB ケーブルの案件が来てこれすごいんですよ ま USB ケーブルは、ね、いくらでも見たことあるでしょこれはね何かっていうとマグネットが入っていて形状記憶でこの形に戻るんですよだからすごくねこの整理がしやすいんですよねで線が切れることもないですしゴチャゴチャとか言ってからね絡まることがないんですよこれはむちゃくちゃいいですよ手に取ってみるとその良さがむちゃくちゃ分かりますこれはすごいですねでライトニングケーブルとかミニ USB とかねいろんなタイプがこれありましてね これをね案件として売ってくれっていう風にいきなりメールが来て私が翻訳ソフトで返信しながらこれ海外から送られてきたんですよこれともう一個のタイプねでそれでレビュー動画作って、うん、なか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 ですよ、ね、これもらっちゃったみたいなとりあえずもらっただけでありがたいというねそんなところでございましたいってらっしゃい